あるブロガーの方がここに訪れた際に、誰もいない中、一人だけ女性がパーってここを歩いていったみたいなんですよ。こっから見たらちょっと薄気味悪いな。えぐい話。うわ、すいません。精霊の滝。今宵も月が綺麗やな。さあ出発や。どうもヤカズです。リオです。皆さんこんばんは。今回はですね、はい、精霊の滝、こちらに行ってまいりました。まずはじめにですね、言っておきたいことがありまして、またこれとんでもないものが取れてしまったんですよね。そうですね。いや、ほんまにびっくりしました。ここ最近なんでこんなにっていうぐらいよく現象があるのよ。そうですね、で先生に言われてることがありまして、常にこの付きまとってるものがおると、はい、その人が最近何かを引き寄せてるっていうふうに僕の中で解釈をしていたんですよ。ただ今回のは明らかにその人じゃないんですよね。でまずこの精霊の滝、どういった場所なのかって言ったら、もう綺麗な滝が見れる観光スポットなんですよ、はい、今回精霊の滝に行くきっかけとなったのが、まあ、視聴者の方からですね、もう随分前からここもそういう噂ありますよみたいな、はいはい、って聞いてて、あ、そういやそういう場所もあったなぐらいで僕調べ始めたんですよ。ただここに関してはその掲載はなくですね、一つのブログを書いてる方を見つけてしまったんです。でその方は全くこの心霊とは無関係で、はい、ただただ登山の記録を日記に残すみたいな、そういう全く心霊なんかに興味もなく、心霊体験なんかあまりしたことない方がすごい記事を残してたんですよ、はい、人なんかっていう、そういう女性を見つけてしまった。でもしかしたらその女性に会えるんじゃないかなと思って、今回マネージャーと2人で行ってきました。ただこれがとんでもない動画になるってことはこの時は気づいてなかったです。はい、到着しました。精霊の滝に向かおうと思えば今からちょっと登山をしないといけないみたいです。でちなみに映ってますかね、雪が降ってるんですよ。でなんかこの場所に到着してからマネージャーが早速なんか見たみたいな、はい、自動販売機越えたあたりやんな。この辺っす、この辺っす。僕はシャーって言ってこうピャッとこっちに消えた。はい、人の霊とかではないってことない。そうですね、白い何かがファって通ったのが見えた。はい、期待できるな。精霊の滝、これ前々からここの情報が視聴者の方から送られてきてたよな。そうっすね。心霊スポットで名前が上がってくるところって廃墟とかダム、橋、トンネル、これがまあ定番なんですけど、実はどこでも必ず入ってくるのがこれ滝なんですよ。関西であんまり滝行ってないなって思ったんですよね、まあ、雪も降ってるしちょっと足元危ない中ですが、気をつけて進んでいこうかなと思います。役職何やったっけ？僕ですか？うん、マネージャーです。マネージャーやな。はい、ガチ。いや、今役職何やったっけ、マネージャーですかでふざけとったやん。はい、そしてパッて振り見た時にこのガードレールやん。はい、ガードレールのほんま向こう側な。はい、で白いのファってなった。とりあえず行こう。はい、
どのぐらいの距離があるからな。この地図で見る感じめっちゃ近そうやんな。こう行かなあかんねん、ほんなら。ね、そうですね。これが吊り橋やんな、あの。はい。とりあえず進みますか。はい。雪どんだけ強なるんやろ。20分程度で着いてます。20分ね。はい。まず一発目、この秋津橋ですかね。はい。ここを渡っていくんですけども、あるブロガーの方がここに訪れた際に、ここの写真をカシャカシャって撮ってる時に、誰もいない中、一人だけ女性が、ファーってここを歩いていったみたいなんですよ。あれないね、これも何か関係してるんかな。村同士の戦いじゃないですか。まあそうやな、まあ、これも戦没者のって書いてあったから、まあこの慰霊塔みたいな感じのやつやな、はい、ちょっとこの情報は僕調べてる中になかったんで、まあ、これが関係しているのかどうかっていうのはちょっとわからないんですけど、どうもなんかその悲しそうなうつむき加減の女性がいたっていう話を聞いたら関係してるようにもちょっと思いますね。まず精霊の滝がこれ右になってるので、今回のメインがそっちの場所なんで、こっち側から見る。なるほど、休憩するための場所ね。もう川の麓まで行けますよっていうことやな。よし、行きますか。はい。天龍寺跡と盆地岩、なんかすごい場所なんやろな、想像していた以上に、はい、めっちゃ気になるな、さっき言った。ここから見たらちょっと薄気味悪いな。誰かいけそう。うわ、二つに分かれてる。多分こっちじゃないねん。だからこそ見ていた。予想的中ですね。いや、すごい立派やな。すみません、覗かせてもらいます。中にももう一つ桜があるね。うん、なんかそんな遠くない気がしてきたわ。そうっすね、うん、の音じゃなかったんや。
ってことはまだまだ上やな。精霊の滝あった深いな。一人タイムするならこの場所かな。はい、ここ横に水流れとって、ここはここあって、はい、両サイドから降りて登って人越えの場所だ。はい、で目の前滝壺なのか。はい、何かあるんちゃう、ここやったら。そこの階段を行くやん。はい、だからこんな感じで下の橋に繋がるの。はい、ここから多分滝壺とか滝がよく見える場所なんちゃうかな。思ったよりすごいです。結構な高さあるんですよね。思ったよりでかいな。はい、めっちゃ綺麗に見れます。あ、下見たら、サバクロミョウさんか。考えてる人だったら、まあここ選びそうやな。こっちであって、うん、めっちゃ下ってる、怖い。あった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 、あった、うわ、すっご。もう滝つぼない。
とりあえず借金箱まで戻ろうか。はい。ここからめっちゃ危ない。なんか当たった？え？ここなんか棒か何かで当たってなかった？え、虫とかじゃなくて、そう。虫おらんやんだって。確かに。むちゃ悪い。最近ようあるわ。多いっすね、なんか。なんか肩押されるような感じ、なんか棒か何か当たったんかな思って。なんもないもんな。ないっすね。一旦この場所で休憩しよう。はい。ただ普通にここで休憩するんじゃなくて、せっかくなんで、二手に分かれようか。はい。一人はこの場所。もうここを多分一番俺の中でポイントやと思うから、一人はここで、もう一人はあの下でいいと思うな。はい。はい、じゃあ僕は、下の先が見えるところで配置していきたいと思います。手分かずはここにいます。この辺りでしばらく待機してたら何か起きてもおかしくないと思うんですけどね。マネージャーが今あの下のライトのところですね、下で、まあ、何か起きるか検証してまして、この場所ってやっぱり滝が横から流れていて、下の滝壺に見上げをした人がいるという噂があって、あらゆるところにお地蔵さんと仏様がいて、祠もあって、先ほど僕たちがいた、あの休憩スペースがあるんですよね。で、やっぱりこういう場所で一番自然に集まりやすい場所って、この休憩スペースなんですよね。なので、この場所を拠点として、今回何かあればいいなっていうふうに思います。とりあえず写真撮りに行きましょう。ダラシメンホラーチャンネル。はい、ひとまずちょっと降りましょうか。はい。あ、ここか。ここです。確かにな。さっき俺たちが休憩しとった休憩所あるやん。はい。不動明王の横のとこやな。はい。俺がライト照らしてるこの下の部分から、はい、あの休憩所に上がろうと思ったら20分はかかるな。そうですね。一旦ここから入り口の方まで戻ってそこから上がってこなあかんわけやから、はい、どんだけ早く走って上がってきても10分はかかるやんか。はい。かといってこれちょっと映して、ここをよじ登ってくるなんてほぼありえない。無理です。振り向いた時にはもうすでに折れへんかったっていう話やんか。今階段降りてきとって思ったけど、ちょっと追いかけたらすぐ分かるぐらい道開いてるから、はい、そんなこともありえへん。何やったんやろな。もしそれが人じゃなかった場合、
なんかそこに見つけてほしいものがあるんかね。最近たまたまなんか怖い話いっぱい見てて、はい、こんな話があってんけど、夜車走らせとったら目の前に人が倒れとったんやって、はい、その人助けようと思って車から降りて大丈夫ですかって声かけに行こうと思ったら、もう目も口も鼻も何もないのっぺらぼうみたいな人だったらしいね。もうギャーってなって車に一旦戻って、でさらにその車走らせたところで一旦ちょっと心を落ち着かせようと思って休憩してんて、はい、でその休憩した場所でつまずいて、何につまずいたんかなと思ってパッて振り返ったら、そこにさっき見た同じ服を着た女の人が倒れてた、行方不明になっていた女性のやったんやって。だそれもその人に気づいてほしくて誘導したみたいな。何もないこの下の道を行き止まりって分かってんのに進んでるっていうことは、まあ、ちょうどその場所が滝壺からちょっと流れた場所、そこに何かあったんかもしれないな。川沿い歩いていったらいいかな。そうっすね。もしかしたらこのまま先まで繋がってると思ったんかもしれんな。あ、まあでも不自然か。以前では一応来れるようにはなってるけど、別にここで滝が見れるわけでもないし、普通ちゃんと看板出てる方が欲しいか。移動してるのが難しい、説明期間。まあそういうことやな、結局な。こっからよじ登ってるとかもありえへんし、仮にここよじ登っとったらなかなか怖いな。無理じゃないですか。いや、それでだってあの上まで行くわけやな。無理。気持ち悪い。無理やな。はい。10分どころか15分はかかるんだ、絶対。絶対かかります。しかも、撮ってた人がそこから撮っとったわけやんか。そこから、あの、東京のところから、ちょっと行かない。はい。3分ぐらいで着くねんか。って考えたら、あの、写真を投稿してる人が3分で着いたとしても、10分ぐらいの誤差は生まれるってことやな。じゃあその滝の写真を撮ってる時に振り向いたらその場所に女性が立ってるっていうことはもうありえへんな。ありえない。今からですね、写真の方を撮っていきます。あと同時にトリフィールド、これを起動しながら歩いていきたいなと思います。音で分かるんでポケット入れておきます。なんかウィーンって言いましたね。ライトに反応するわけでもないな。これで今撮った写真に何か写っとったらすごいんだけどな。何の反応ついてない。お、こんばんは。もしいたら返事してもらってもいいですか。この吊り橋には誰もいないですよ。反応ないな。トリフィールドの反応も一切ないわ。
ちょっと反応160とかじゃない。寝とった一瞬、僕は。そうそう、こんばんは。もしこの場所にいましたら返事していただけますか。女性の方いらっしゃらないですか。反応せえへんな。これなってからもうビビっとったわ俺たちには発見することはできへんかったけど、なんかその人に伝えたかったのか、もしかしたらその人についてる何かなのか、うん、ちょっと分かれへんかったな。繊維取ったの今。取りましたね。ああ、下こっち、めっちゃある、めっちゃある。まさに女性がある、ちょっと道や。めっちゃ来る、めっちゃ来る。近く降りた。うわ、近くいますか。こんばんは。聞こえましたね、今。近くまで来てくれてるんですかね。それともずっとこの場所にいてるんですか。少し苦しそうにしてるのはなぜですか。ゆっくりでいいんで、声聞かせてもらえませんか。どこにいますか。今近くまで来てくれてますよね。めっちゃ綺麗な声やったな、うん、このまま奥ですか。この辺りじゃないんですか。うわ、え、すいません。マ
マジ？なんか背中ないで。俺今日さ、肩なんか棒みたいなのくれられてみたいなか、はい、え、今のどうなってんの？つつかれるっていうよりもなんか引っ張られるか触られるみたいな感覚。ここめっちゃ感触残ってんねんけど。この辺りじゃないんですか？うわ、ごめんなさい、びっくりしましたよね。なんか足震えてるけど。ごめんなさい、びっくりしましたよね。すいません、僕も驚いちゃいました。来てくれてたんですね。聞こえてない。いや、この辺やろうな。なんか一発目に聞こえた声がなんか、うん、みたいなちょっと苦しそうな感じの声で、声が聞こえへんかったんやけど、水やんか、はい、まあ、話されへんのかなっていう。あ、で、なんか分かりやすいように触れてきた。マノはちょっとやってしまったな、びっくりしてしまったな。でもうっすら今も声聞こえとったな。最後に写真だけ撮らせてもらっていいですか？ライト落とそうか。なるほど、休憩するための場所ね。もう川の麓まで行けますよっていうとこやな。車で行くんですかね、もう一個の方は。車？ああ、さっきやったな、車。ああ、さっきやったな。さっきやったな。はい、ということでいかがでしたでしょうか。なかなかすごい映像だったのではないかなと思います。まあ、今回ですね、現象が強いというよりも存在感が強いっすよね。はい、なんか今この動画を見て思い返すとですね、僕の中では特に強かったのが2人いたっていう風に感じたんですよね。1人目が女性、2人目が子供なんですよ。まあ、それをですね、順に今回も説明していけたらなと思います。まず1つ目、めっちゃ気になるな。さっき言ったこっから見たらちょっと薄気味悪いな。誰かいけそう。
まずこの精霊の滝についてマネージャーが、まあ、運転してたんですけど、駐車場に着く前にあなんか白いもやみたいなのがファッて動きましたみたいな、影みたいなのがありましたっていうねんな、さあ始めようかっていうオープニングを撮ろうとした時に、僕も見えたのよ、はい、そのマネージャーが見た場所で俺が見た場所、入り口やねんけど、その入り口の真横にこのいわゆる休憩所東屋があるのよ。もうすでにこのスタートした時から俺たち気づいとったんちゃうかなっていう、はい、そういう違和感は何かしら感じてたんじゃないかなっていう。で2つ目、まあ、この11分33秒から始まってるとこですよね、まあ K さんっていうのがそのブログを書いてる方なんですけども、ここですごい体験をされてるんですよ。ちっちゃい橋があって、その橋を渡ろうとした時にもうすごい悲しそうな顔してうつむいた女性がとぼとぼ歩いていくのを見たって。通常ここに来る人ってみんな滝を見に行くわけなんですよ。上に上がっていくんかなと思ったら、その人それて川沿いを歩いていてて二手に分かれるわけよね。でね、今回そのブロガーの方にいろいろ連絡を取り合って聞いたんですよ。女性が川沿い、はい、でこのブロガーの方が、そのルートに進んでいって、はい、めっちゃゆっくりこの女性の方歩いてたらしいわ。で上にたどり着くまでにもう休憩を1回もせずにほんまに10分15分で着いたんですって。で滝綺麗やなと思って滝の写真を何気に撮ってたら、後ろで気配感じてパッて後ろ振り見たら、そのさっきまで下におった女性が真後ろに立ってんね。結構なスピードで休憩なしで上がって、僕たちのスピードで15分、その15分っていうのはどこからの計算かって言ったら、入り口からではなくて、この写真見てください。今写真が写ってると思うんですけど、この写真を撮ってる位置から滝の見える場所ってマジで5分程度なんですよ。で女性が今おる位置、そっからもう一回入り口に戻って正規ルートで来ようと思ったら15分20分かかるんですよ。振り返って女性がおるってことはこれまずありえないんですよ。でショートカットできる場所ないんかなってその後も僕たち探したんですけど、まあ、ほんまほぼ崖を登らない限り5分っていうのは成立しない、はい、で3つ目、危ねえ、なんか当たった、これね、いやこれこそ俺は自分についてるものじゃないかなっていうふうに思ってます。でもこれはやばい、何も怪奇現象起きてない、なんかせなあかん、あ、肩触られた、別にこれ言えるじゃないですか。実際起きてるんですよ実際起きてるんですけど、まあ、このぐらいは誰だってリアクションできるんじゃないかなと思ってます。で次ですね、えぐい話を、繊維取ったの今来ましたね、ああ下、この反応の仕方ちょっと変じゃない、繊維って0に戻って100とかしか入れない、変やろ、はい、B じゃないですかね。そうやね、これがちょっと面白いところなんですよね。この瞬間、この場所がですね、またまた違和感の感じていた1階の休憩所の手前なんですよ。この後からちょっとえぐいことが起きるっていう。苦しそうやろ、はい、ほんまに言葉の通り苦しそうなのよ。え、しかも一個気づいたこと言っていいですか。え、何、苦しいって言ってる時水の音します。いや、そうやねん、苦しいブクブクってするやんな、絶対気持ち悪いですね。いや、そうやねんて、これだからもう何が正解なんか分からへんねんけど、この水関係してるよな、絶対に。もう溺れてるっすよね。うん、一発目スピリットボックスやりだした時にこの反応してくれるシーンがあんねんけど、その声も苦しそうなのよ。で、まだ続くわけやんな、これ。今近くまで来てくれてますよね。このさ、来てますが、そのなんていうのかな、実際にやってる人にしか伝われへんねやろなっていうのがあって、ちゃんと僕の声が届いてる時の声なんですよ。
だから通常スピリットボックスって前回も話しましたけど、いろんな声が入ったりするじゃないですか。で、大体やっぱり、ああこれ全然ちゃうわみたいなのが分かるんですよ。だから来てますってこの言ってる声が俺の中ではもう目の前に女性が存在するのよ。ただなんかこの続きがちょっと徐々に切なくなっていくというか。この辺りじゃないんですか。うわっ、これすごくないっすか。僕映像これスローで見返したんですけど、明らかになんかつままれてるの分かりますこれ。これスローにしたやつが見てみな。分かる、こうグニュってなってるの。肩の時はちょんでなんか棒みたいなのに作られてる感覚やねんな、はい、どっちかっつったら。だからなんか当たっとったって言ってないけど、これは明らかになんかこうピュッてこうなんかじゃれた子供が、はい、ねえねえお兄ちゃんみたいなようやってるの想像つくじゃないですか。あれもうこれだけでも僕の中で十分やったんですけど、この時に気づいてないことが他にも起きてるっていう、そういうオチですよね。車で行くんですかね、もう一個の方は。車？車で行く道で。ああ、先やったな。ありえへんかな。これしかもイヤホンなしで聞こえるですからね。そやねん。なんかしんどそうに、悲しそうに、そうっすね、苦しそうに、いろんな感情が見えるよね。最後ね、この動画のテロップでなんていうんですか、これ僕の想像なんですよね、最後のテロップの話っていうのが。はじめそもそもがそのブロガーの方がここに訪れた際に、うつむいた悲しそうな顔をした人が川沿いを歩いていった、はい、でちょうどその場所でいろんな反応があって、でこのお母さんっていう声があって、お母さんも自分の息子かなを探してて、でその息子も会いに来たお母さんを探してるみたいな。なんかどうも滝壺で身投げがあったっていう噂が絶えない場所やから、そういうのを連想してしまう、うん、ということで今回も長くなりましたが、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。この場所に到着してからマネージャーが早速なんか見たみたいな、はい、動物かなんかじゃないの、あのチーターみたいな動物やんそれそうなんですけど、そんなとこにおらんやろっていうとこにおったんですよ屋根の上ですよ、この辺足とてんな、はい、動物やんそれ。いやいやいや、あの浮いてましたもんで屋根の上にヒューンって行ったんですよ。あ、こっちからこう行った。そうですそうです動物じゃないっすよ。一段一段高いなうわー自然の階段できてる。うわ、めっちゃ滑る、やばい。めっちゃ滑るからさ、はい、もしこけそうになったら自分の体が犠牲になろうと思う。カメラを守ってくれ、はい、で俺が、はい、転んだ時は、はい、全力で出るんで役職なんやったっけ何じゃむかつくな、はい、もうビクトンも来てない。え、マジで来てないです僕今。マジで来てないんや、はい、一緒や何歳やったっけ。30っす。30やろ、はい、35やけど全然余裕。太ももとか来てない。全く来てないっす。全く来てないわ、はい、一緒や大丈夫、写真撮りたいから、ちょっと待って。今来ました追いついてないと思ったのに。見ていい？行きましょう。いいの？いいっすよ。無理すんな。魔物が。あ、魔物、そういうことや。早く行かないと。仕方ない。確かに。
俺一人やってるけど、お前おんもんな。はい。もうさ、登ってまいそうになるから、もうここ作ったらあかんと思えへん。思えへん。何言ってんのかなって思いました、今。こっちやん、だって。はい。もうここがしんどいのよ、これが。え、そっから先見えるんじゃないのか。あ、そういうこと。え、すごっ。絶対いるやん。いるっすよ。ちょっとこれは前回気づかなかったです。しっかり書いてあります。水難死亡事故現場、トンネルに入るな。ほんまにちょっともうこれはゾッとするな。不気味っすよね。めっちゃ不気味。問題がこのトンネルを出てから違うなんですよね。今近くにいらっしゃいませんか？いらっしゃいますよね。